はい、こちらね、ヤフーオークションで競り落とした仮面ライダーぶっ飛ばソウルの商品の紹介をしていきたいと思います。これね、かっこいいですね。紫バージョンの王者ですね。こちらと、アマゾンアルファなんです。あ、ごめんなさい、アマゾンアルファ。これ、ほんで、ブレード、このブレードは緑色出ましたね。ちーちゃん。また後で、後で、ちーちゃん。また後で、ごめんやね。また後でね、また後でね。はい、猫のしまちゃんがね、怒ってるんです。これブレイブ、これ初めてかもしれないですね。あ、デルタ、かっこいいんですよ、これ。ね、白と黒の、これでこんな表現ができるんで。ゲームさん、こちらと、アマゾンズのオメガですね。こちらと、あ、これゴースト、これ出ましたね。こちらと、これがね、ハートと、こちらが、ね、ストロンガーですね。こちらと、はい、こちらね、ゴーストさんのこれ、銀色メダル、シルバーメダルですね。この響きもうこれで8枚か10枚ぐらい出ましたよ。こちらレンゲルさんね。ほら、もうこれね、ポロ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 落ちるんですよ。こちらレンゲルね。あ、これ初めてじゃないかな。エグゼイドのこのタイプね。うん。これもやたらあるあるですね。これ響きさん、こっちのバージョンはね。これもあるあるですね。こちらね、アマゾンオメガね、こちらとオーズと、これ初めてじゃないかな。これ黄色のオーズね。ドライブ。やっぱ綺麗ですね、これね。こちらと、アマゾンズネオ。これ出ましたね。フォーゼ。これね、紫のフォーゼ出たことがないような気がします。間違ってたらごめんなさいね。わざとじゃないので。スナイプさんね。これ出ましたね。またシルバー用が出てきた。サイクロン。あ、仮面ライダーダブルですね。あ、違います。これは。うわ。まあ、また後で。カリス。こちらと、オーズのね、この赤色バージョンと、フォーゼ。こちらとね、これが V3 ですね。はい、こちらの方と。はい、以上でね、一袋目のね、開封の方を終わらせていただきます。これもね、元をね、本当に定価でか、まあ当たり前ですよ。定価でみんな買ってるんですけど、これをね、元使ったお金に戻したら、どえらいお金でしょうね。でもやっぱりみんなはね、こういうガンダム関係が好きなんで、どんどん集めてるんで、否定とかしないんですけど、もうちょっとね、考えたね、お金の使い方とかしたらいかがかなと思ってね。ごめんなさい、ちょっとね、僕今わけわからんこと言ってると思うんですけど。ごめんなさいね、僕今ちょっとわけわからんこと言ってるのは、ちょっと、酔っ払ってしまってるんでね。いた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 、しまちゃん、また後でね。はい。はい、ごめんなさい。こんな感じの動画の内容になったんですけど、またね、私の、このわけのわからん話プラス、いいと、僕の動画がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録と、コメントの方ね、片手でごめんなさい、よろしくお願いいたします。